ちょっとその都内の方まで行って待ち合わせをする予定でございます。誰がって、この生主ね、この生主とそのさっきのキーパーソンね、殺す直前まで話してた、殺した後話してた、で話って電話でね、してたキーパーソンと一緒に、彼女はちなみに明日警察に行ってからだからね、取材は。それぐらいキーパーソンの方。出頭すんの結局。出頭はする、一度。マジか。だから、ご時にきっちりこれ、放送してくださいね。了解いたしました。で、もし、それはちょっとって言われたら、じゃあ僕ら取材も受けないですよ、って言って。OK。それは、これはもう最低限僕らが絶対いつもやってることなんでね、生きてる上で、みたいなぐらいのこと言えば、多分わかると思う。だって、そもそもこいつネットの人間だし、俺らがネット人間ってこと分かってるわけじゃん、向こうは。そうだね。いやー寒っ。いやー今日寒かったな。マジ寒で。くした。で、明日もときに9時にはもう9時半ぐらいからスタートして、ね、放送。朝。充電しといてよ、充電。あんまり。OK。タブレットよろね。犯罪をネタにするなって言うけどさ、犯罪の放送見に来てるわけ。だし、お前らはじゃあ普段テレビで犯罪の報道を見ねえのか？そうだよ。お前らやってることと言ってることがすっちゃかめっちゃかなんだよ。このクソネタウヨども。死ね、無職。カス。ゴミ。気持ち悪いんじゃ。お前ら呪悪と一緒だからな、言っとくけど。人おの前ら込み。呪悪レベルだから。人の込みで。俺らは別にネタにしてねえ。ネタにしてるって言うと身内のことだから、それは話になるわ。当たり前だろ、そんな身内ではないけどね、俺は。の。まあでも、お前が近かったから放送してんじゃん。まあそうだいね。や、前盛り上げるね、しかし。身内っていうかさ、でも俺らやっぱり、俺らしかいなかったんじゃねえの、あいつの理解者。いや、俺理解した覚えねえの、理解した覚えねえんだけど、俺、あいつ理解からして。1年ぐらい逃げ回ってたんだけど、本当に。友達と思われてたってことじゃん。いや、もう本当怖いよな、あれ。おめえら無職あんま調子乗んなよ。俺も無職だけど。おめえも無職なのかよ。そうだ。無職じゃなかったらこんな時間まで起きてへんや。明日休み取ったんだろうなって思うんじゃん。え？まあ、そんな感じやな。いや、俺ちょっと今日すげえ、今日朝から目が冴えまくってんだよね、この事件してから。いや、俺ももうなんか疲れた。なんか夕方ぐらいからだったけど疲れた、本当に。なんかもう、疲れたよ。俺失恋のなんかショックが一気になんか吹き飛んだもん、これで。わしは犯罪を犯さないから。いやー、これ、でも結構、まだ入足どうなの？アクールいないんだもでもさ、お前らもかなり盛り上がってない？この件で。俺盛り上がってるよ、むちゃくちゃ。じゃあ、お前らって、リスナーね。ああ。俺ら、だってそれは知り合いがそんなことしたらもう、な、テンション上がっちゃうだろう。もうだって、つい何日か前まで話してたやつがこうなるんだよ。まあ、つい何日か前は話してないけどさ。まあだから、でもまあ長年チャットやってたら、こいつはもう死ぬほど絡むわけじゃん。そりゃそうや。ってやつだから、それはあれじゃん。ぶっちゃけ俺らヤフーチャットの人ってさ、そのチャット民同士でさ、家族以上に長い時間一緒にいたわけじゃん。これはマジでしょ？まあ、これは間違いない。でも、これは間違いない。残念だけど。残念だけど。残念だけど。残念であるけれども、自分の家族以上に役者の人間といった時間が長いね。でしょ？それは。やべえ、悔しすぎるな。まずいな、それは。恋人とかよりもいるわけじゃん。いや、だから知りすぎちゃうよね、その人間のなんか、パーソナリティを。思いみたいなのもやっぱあるわけじゃん、疑惑にしても。あ、高藤が絶対いるな、今な。寒い。明日 BMW M3 で行くのかだって。ああ、誰が？いや、俺明日はもう車で行きますよ、僕は。BMW M3？ いや、車でごめん。電車で電行く。車電車で行く。で、電車最の後方がの目楽的。だから。
で飲んで帰ってこようか。こいつら煽りすぎちゃうちょっと。え？俺らのこと煽りすぎちゃう。なんでそんな煽るのみんな。こうで。何が不満なの？違う、誰に不満なの？嫌いなの。ドイツが一番嫌なの。多分和尚でしょ？みんなが不満。俺じゃないよね。いや、ウィードも結構楽しい楽しいって言ってたからね。じゃあ元木にさ、アンケート取ってよ。誰が、どうやってすんのこれ。これわかんねえんだけど。レベル25になったら取れんちゃう。 Y がつく人、和尚だなこれ。俺じゃん。マジかよ。和尚じゃん。和尚うざい、和尚うざい、和尚ありがとう。ちょ待って、俺殺されるのとか嫌だから。やめてよ、炎上で。俺別に犯罪行為とかしないんですよ。あんま会おうのやめてよ。わしをすっげえ本当に嫌われてんな、なんでやばいじゃんこれ見てる、見てる見てる、折れそうだよ心、ものすごい人数決まりなくなってる。なんで俺だけなんだよそんなに。しかもコメントも同じやつがいっぱい連投してるっていうよりも、大体全員お前のこと嫌いだもん。そんなことないよ。そんなことある今ない、ね、この女うぜえべ、一番いらねえべ、いやいやいや、でもリアルで会ったことある数少ない人なんだよな、キーパーソンだから。女消えろ、女黙れ、女帰れ、カス、はい、うるせえカス、女黙れ、女うざい、うるせえ男尊女卑やめろ、カス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 、これいらないマジ、ダメだぜそれ、心象良くないぜ、心象良くないよそれ。ニコ生のリスナーはもうなんていうの、大事に大事に扱わないとダメだ。痛いだけやん。おやすみなさい。え、でもリスナー怖いもんな、特定とかしてくるし。いや、ここのリスナーすごいよ本当に。こいつら無職だからさ、一日中俺ら追い回してくるし、うん、怖いね。ちょっとマジで煽るのやめて。あ、ちなみに僕某あの雑誌社に、週刊誌にこいつの写真を売りまして、来週出ることになるんで、また詳細。10万で売ったんだよ、このウィードっていう人。こいつの方が悪じゃねえ、わしをより。いや、もちろんだって、ジョアク君はお金にしないと。今稼ぎ時ですから、生もんだからね、こういう事件はね。1週間以内。そういうクズいるけどさ。え、でも、こいつの方がクズだよね、どう考えても。なんでクズなの？お金もらったらクズってのおかしくない？いや、人を、それこそ人を食い物にして、金もらってるわけじゃん。梨本みたいな感じじゃん。ああ、だって、人生ってそういうものじゃん。でも、梨本は結局、葬式は隠したわけじゃん。あ、隠したね。で、お前もそういうとこあるでしょ。でもこれ葬式なの？こいつの。葬式みたいなもんだろ。いや、違うでしょ。まだ生きてるじゃん。死刑になるし。死刑になってからじゃ葬式しよう。なんで悪なん、情報だよって言ってんなら、だったら俺らやってることだって正しいだろ。俺らがやってこれネタにしてもいいだろ。お前らなんかダブスターだな、ダブスター。身内を売ったんだろうって言ったけど、別に俺こいつのこと別に友達だとも思ってるわけでもないし、身内だとも全く思ってないよ。ただよく知ってるやつっていうだけよ、うん、腐れみたいなとこあるよ。ああ、だから全然そのなんか、なんていうの、団結意識みたいな、こいつを交えたなんか友情関係みたいなのも全くないからね、うん、てか誰もないよそんなの。そうだね、誰もないな。あるわけないじゃん、このナイフ持ってこんなブサイクな場所落ちてんだから。こんなに友情関係持てますかあなた、逆に。それは無理ですよね。ないな、うん、まず、いやでもさ、お前らみたいなやつがいるから多分女悪みたいなのも生まれたんだと思うわ。うん、なんで？どういうこと？ちょっとどういうことそれ？お、今の無理やりすぎんじゃねえよ、うん、ちょっと。一瞬なんかうんって言ったけど、なんか違くないって思う。あれ？違う。なんか、人をこうやって責めるじゃん。したら、人はズタボロになるわけ。うん。わかる？ジョアクもそんなんだったし。え、そう？俺は。いや、分からん。どうなんだろうね、ジョアク。分かんないよ、もう。だってもう、あ、マジだ。でもあいつ、だからさ、あいつはもうやるだろうなとしかもう思えないじゃん、だってもうこんなん。そうなんだけど、でもやっぱ人の言葉って刃物じゃん。っていうのも事実じゃん。
でもこいつはね、ニコ生でね、有名にすごいなりたかった。ニコ生じゃねえや、ネットで。うん。それはある。役者とも含め。だから、うん、俺らがこうやってこいつを煽ってやることが、こいつへの、こいつの葬式と今日仮定するのであれば、こいつに対する、なんつうの、うん、最後の、なんか、レクイエムみたいな感じになってる。ねえ。だってこいつはそれを望んでたんだから。俺、この呪縛の写真はいつなのか分かんないけど。俺こいつが仮に死刑になんないで出てきたとしよう。仮によ。仮に出てきたとしようよ。その時、それが何十年後か知らないけど、うん、こいつがもうおっさん、いいおっさんが出てきたとしようよ、じいさんとか。うん、あん時俺、ヤフーでめっちゃ俺がやってただろって、多分こいつ言うと思うんだよね。間違いない。言う男だわ。言うでしょ。多分30年後でも言うと思うよね、こいつ。うん、そのために犯したみたいなとこあるかもしれない。うんで、こいつは多分、刑務所の中で、俺はネットで無敵だったとか、なんかわけのわかんないこと言って、ボコボコにされるの。わかるわ。うん、そう。じゃあ、あと1分でさ、最後さ、そのレッグイエムって意味も込めてさ、うん、もちろん、あいつを肯定するわけじゃないよ。うん。だけど、ヤフーチャットに育ったものとしてさ、うん、ヤフーチャット万歳参照しない？はい、やろう。やろうやろう。やろうやろう。リスナーの皆さんも。じゃあ、リスナーの皆さん一緒に万歳お願いします。よろしいですか。はい、じゃあもうトキンさん、はい、もう時間ないんで、はい、わかりました。では、ね、はい、では、ヤフーチャット万歳万歳ヤフーチャット万歳万歳ヤフーチャット万歳万歳、はい、ありがとうございます。誰も万歳してくれねえじゃねえ。ありがとうございます。ちょっと出て、ちょっと、はい、もう終わっちゃうよ。お疲れ様です。はい、っているじゃん。はい、もう終わっちゃうね。特定されたら終わるよな、はい、俺ら。うん、じゃあ明日もドキンよろしくお願いします。はい、了解いたしました。はい、明日皆さんあのコミお願いしますね。コミ登録終わった終わった。これ俺が一番ヤバくね。お前が一番ヤバい。ヤバいっつうか別にこれ犯罪でもなんでもない。まあそうだね。まあでも特定されたらさ、うん、会社とかにバレたらさ、うん、なんかいろいろ言われるよ、うん、まあしょうがないね。そうだね。取材受けるだけだから問題ないでしょ。まあ、元金とかウィードは大丈夫だけど、うん、俺会社員だから、うん、最悪クビになる。うん、でもまあ。ああ、もし会社にこれバレたらね。まあでもさ、まあ、でもどっちにしろ助けられなかったよ、誰も。うん、それは間違いないわ。うん、多分さ、あとさ、同じマンションに住んでるって言ったじゃん。あの刺された人はじめあの亡くなった人、うんうん、でも完璧あれだ。呪縛となんか一文字は絶対あると思うよ。うるせえんだよてめえとか絶対言われてると思うよ、うん、でそれでいつかしらこいつ舐め息だなと思ってて、いつかやってやろうと思ってたのもあると思うよ多分、うん、よくよく考えると、うんうんうん、だああいうさ、なんかさ、まあ、父ちゃんもそうだけど、なんかあれじゃん、切り替えが遅いじゃん。要するに何かやられたらずっと根に持っちゃうタイプじゃん。うん。呪縛も。うん。明日もドキナ見やすか。何に何持ってやっ。コミュニティレベル29まで今行ったんだけど。ああ、明日絶対もっと伸びる。明日取材編。やってね、うんうん、だから明日さ、だからさ、呪縛の母ちゃんの仕込みかなんかさ、うん、入れてなんかどっかのまさまさあたり呼んでさ、うん、呪縛の親ですすいませんでしたみたいな感じのやるのどう、うんうん、それはリスナーに対して嘘をつくことになるからね。うん、でも受けると思うよ。うん、まあでもまあ不謹慎すぎるよな。発想がやべえな俺な、マジで。よくねえよ。ちょっとさっきでももう面白かったな。うん、どれ。いや、あんなに盛り上がるのなかなかないからさ、人数が3000だもんな。やねえよ。チクラン1位ってん行ったでしょ、うん、だから、あの一番注目されてる放送っていうかさ、ニコ生放送の中で。しかも YSI さ、大変なことになって報告してたよね、2000円分、うん、4000円したわ。大変なことになってるな、マジで。元金、この短期時間で、これ元金に4000投資してるからね、お相手は。あ、ごめん、ありがとう。下手すれば、だから、コミュ源にすれば、うん、もっと入っちゃうね、多分。あ、途中でね。うん。うん。でも、これ、特定されたりするんかもしれんな。されないだろ。出されたり。うん。
ましょう。なんか今日宮城がなんかやったらなんか何だったのあいつみたいな感じ。仕切ろうとしてて。うざいよな本当に。何なのあれ。半端ねえ。俺も自悪の明日は我が身行くなってこと言ってなかったなんか。言ってた。意味わかんなかったあれ。何が言いたかったんだろう。心に自悪を買って。なんか酔っ払ってたよ。人が家に来てたし。え？いいとこ見せたかったのかなその連れに。てたうん、っていうか俺のツイッターがとりあえず伸び悩んでんだけど。でも50ツイートされてるからかなりのもんで。気にするんだ、ハゲ。あ、だから同じ。うつになって眠れない。だってこれ結構でもあれだぜ、ほん、なんていうの。結構鬱で眠れなくね。でもなんかあんまりいい感じじゃないよな。後味悪いよな。後味悪いわ。これ眠れねえよ俺。やんなきゃよかったと思うわ。あー寒い。やば。俺マジで。でも今日の俺と奈々ちゃんの朝の会話の方がやばかった。だんだんあれ。奈々ちゃんはもう自虐じゃないよみたいな感じだったよ初め。いやそんなことないよ。あそう。うん。俺はもう直感でこれはもう呪縛しか言えないなって感じだった。ハギから来た時は、多分、うん、ツイッターでまず、呪縛はうぬんってザワザワしてたじゃん。か、最初、多分。ザワザワとか、つぶやいてたのか。呪縛じゃねえのみたいな。私はそれ共感してしまったの。明日ちょっと拡散放送しようぜ、ほんと、ともどき。ああ、俺ちょっと拡散放送やるよ。明日みんな仕事か。残念だね。こんな面白い時に。休むな。休んだ方がいいよ。ダメ！いや、明日休んだ方がいいよ。これこんな面白い日ないよ、明日。だってニュース見たって面白いしさ。これぶっちゃけさ、うん、今日とかの、腹痛で、ノロウイルスみたいな感じって言って休んだんだよ。じゃあ2日休まないと不自然なんね。そうそう、だから休むの。うん、じゃあいいことだ。ちょ待ってよ、俺さっきの放送のタグにさ、うん、ワシオデブとかデブ声ワシオとかめっちゃついてる。ちょやめてよ。なんで俺じゃねえよ。のマジそれ普通にリスナーだろう、ヤフーチャットの、うん、ヤフーチャットなのかな。勘弁しろ。ハギはすごいと思うよ、ほんと。勘が鋭いよな。いいかも。で全体的に和尚くんも、奈々ちゃんも声遠いんだけど。いや、ビビってるから。何？あ、今日だけ。あ、大丈夫、今、大丈夫。うん。あれもなくなってきたね。うん。